さあ始まりました DIVA DREAM DIRECTIONS 第3回目ということで、まあ1回目2回目とありまして、ちょっと間が空いてからの3回目ということでですね、今回も質問に答えていきたいと思います。それでは今回の質問はこちらです。じゃ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 んじゃん、あら、まあいや、一味と七味はどっちが辛いのということで、これですね、よく蕎麦屋とかに置かれてると思うんですけれども、一味と七味、見た目一緒じゃないですか。どっちが辛いのかっていうのを早速調べていきたいと思います。実験方法はですね、じゃじゃじゃん、こちらに水があります。一杯の水があって、全く同じ分量の水が入ったコップが2つあります。で、これを開けて混ぜて飲んでみると、まずは一味の方から。なんかキャロットジュースみたいになってるんですけれども、いきました。ではまずはこの一味唐辛子の辛さを実感したいと思います。いきます。見てください。耳から水が出てきてます。ちょっとですね、お腹が痛いんですよ。きつはい、というので今ので、まあ、大体一味の辛さは分かったので、続いてこの七味をやりたいと思います。いきまーす。いきます。ということで、ですね、すみません、これを全部飲もうと思ったんですけれども、ちょっと危険、まあ大体結果は分かりましたので、結果はですね、ドゥルルルルじゃん、一味の方が若干辛かったですと。ですね、あと一つ分かったことは、この一味と七味、これこのケース一杯飲むと吐くということが分かりました。ということで、今回のテーマこちら、一味と七味はどっちが辛いのというのは、結果若干一味でした。以上です。また次回。